皆さんこんにちは。モデルの福原智美です。綺麗な姿勢で正しく歩くことは体の健康維持に非常に大切ですが、ビジネスにおいても自分をよりスマートに見せることでモチベーションアップにつながります。簡単なエクササイズとウォーキングプログラムで内面からにじみ出る魅力を引き出して、自信にあふれるビジネスライフを送りましょう。少しだけ簡単に空いた時間でできるようなエクササイズをご紹介します。立ったままできるエクササイズと、床に座ってできるようなテレビを見ながらでもできるようなエクササイズ、あとは寝る前にベッドに入って少しだけ運動してから寝る、そういったことができるように3つに分けてご紹介しています。で、綱引きされているようなイメージで、壁をタッチするようなイメージで、床にこう倒れ込まず床と平行になるようにしてあげてずらしていきます。こうするとこの腰回りと上半身パーツパーツ分けてストレッチができていきます。肩前にあると自信がない人に見えます。少し体より後ろにあるようなイメージ、肩甲骨でキューッと寄せてあげて、プラーンと手の力を抜くようなイメージです。肩を体の後ろに持ってきてあげるようにしてください。そうしましたら今度は正面です。ここまで積み上がってきたら、肩と頭を遠くしてあげて、首長く空気の玉を挟むようなイメージで首を長くしてあげます。こうしてあげると綺麗な姿勢になってくるかと思います。では正しい姿勢を踏まえて綺麗な歩き方を実践してみましょう。途中足首を曲げずに前に出していきますが、途中曲がりやすい方がいらっしゃいます。その場合は点を5個ぐらい打つような気持ちで 1,2,3,4,5、 この点を 1,2,3,4,5 とつなげるようなイメージでやっていくと良いかと思います。で、このつま先の位置が決まったら、この位置にかかとを置くんでしたね。つま先から行こうとしてかかとから降りていく。では実際に普通のペースで歩いてみましょう。普通のペースで歩くとき、今教えたことをちょっと意識しすぎるとちょっと不自然になってしまうので、一旦ちょっと頭の隅に置いておいてください。その状態で普段の歩き方よりちょっとプラスいい姿勢だけまずやってみます。ちょっといい姿勢になったままスタスタと歩いていきます。ちょっと女性らしくバージョンですね。ちょっと男らしいバージョン、ちょっと姿勢がいいぞっていう感じで歩いてあげます。